どうも、日本の皆さん、こんにちは。モスクワでドミトリー・クリーモフ、ロシアの演劇を研究しているトシです。今日の動画は、もうだいぶ撮るのが遅れてしまったんですが、でもこれはまあ伝えないといけないので、こうやって撮ってるんですが、今日の動画は、今ロシアの演劇界、芸術界でどんなことが起こっているのかについての動画です。まあ、皆さんもご存知だと思うんですが、今、ウクライナで、ロシアと戦争が起こっているというこのような世界情勢の中で、まあ多くのロシアやウクライナが好きな人が結構いると思うんですが、そんなロシアやウクライナ好きが結構落ち込んでいたり悲しんでいたり途方に暮れていたりする人も結構多いんじゃないでしょうか。まあ僕もそんな途方に暮れている当事者の一人として、まあ今日はロシアの演劇芸術界の現状についてお伝えしていけたらなと思います。まあ普段はロシアの、まあ、演劇とか芸術との講義動画を撮っているんですが、まあ今日は講義動画ではないので、まあいつもより緩くお伝えしていければなと思います。それで、そのロシアの演劇界、芸術界にとってここ最近で最も衝撃的で、最も悲劇的で悲しくて、悲しい出来事が起こったんですが、これは何かというと、それは僕がずっとこれまで研究してきたロシア人の芸術家、演出家のドミトリー・クリーモフ。彼が、アメリカにプチ亡命してしまったということなんですが、まあこのようなウクライナとロシアの情勢の中で彼はアメリカにまあプチ同盟をしてしまったんですが、彼がなんでアメリカにプチ同盟、ロシアからプチ同盟をしたのか、まあこの経緯に、まあ経緯から最初は話していきたいんですが、まず今回のその戦争が起こる前に、彼は2月にアメリカのニューヨークに渡ったんですが、その理由はニューヨークで彼は新作のスペクタクル、ザ・チェリー・オーチャードというスペクタクルを、チェーホフの錯乱ソーナですね。その新作のスペクタクルを作りにニューヨークに渡ったんですが、その3週段階、最終リハーサルを公演に向けて行っている段階で、2月24日に戦争が今回の起こってしまったんですが、そんな中で彼はまあ、いろいろあって考えた末に、アメリカにロシアからプチ同盟するという、一旦はプチ同盟するということを決めたんですが、彼がなんでこのようなことをプチ同盟するに至ったかというと、彼が今、ロシアの演劇界、芸術界に対して、こんなことを言っているんですが、それは、目の前で、まるで、悪い悪夢を見ているようだ。そして、まるで、目の前で、桜の木が、まるで、伐採されているようだ。と言っているんですが、まあ、なんで彼が、その、桜の木が、伐採されているか、というと、さっきの新作の、ザ・チェリー・オーチャード、まあ、チェーホフの桜の園ですね。その桜にかけて、彼は、まあ、桜、が伐採されているようだっていうことを言っているんですが、まあ本当に起こっている出来事は桜の伐採どころでは済まないことが起こっているんですが、まあ彼がこのようなことを言っている、このような、まあ、比喩を言っているんですが、そんな中で実際にロシアの芸術界、演劇界、まあどんなことが起こっているのかというと、まあこれから一個ずつちょっと紹介して、まあ上げればキリがないんで紹介していきたいと思うんですが、それでまずはじめに今回の件でクリーモフ自身も被害を被っていて、それはなぜかというと、彼は2019年にスペクタクルボリスという作品を作ったんですが、そのボリスが、ポーランドの演劇祭に招待されて上演する予定が決まっていたんですが、今回の戦争の件で、その上演も今回中止になってしまったという事実があります。そして、クリーモフ以外で言うと、まあ本当にたくさんのことが起こっているんですが、例えば、戦争が起こった当初、2月下旬ぐらいですかね、ロシアのモスクワにあるギャラリーのガレージギャラリーというのがあるんですが、そこでの展示もすべて一旦中止になったり、あとは、ロシアにノーバヤガゼータという、まあ、ロシアの政権、ロシア政府を批判するような雑誌があるんですが、その雑誌の編集長をしているムラトフという
まあ、編集長、まあ、彼はノーベル平和賞を受賞したんですが、そんな彼に対してロシア人が彼に対して赤い塗料を投げつけるという事件が起こったんですが、それで彼はその塗料によって全身もう赤い塗料で覆われて、しかもそれがただの塗料じゃなく、なんか肌がヒリヒリ痛むような、目がなんか痛むような、そういう感じのやばい塗料を使われてたんですが、まあそういう事件もあったりと、あとは僕の友達や知り合いも結構反戦運動をしていて、ロシア当局に拘束されて、しかも女性、そのロシア人、女性のロシア人なんですが、女性なのにもかかわらず、その留置所で拘留されている時に尋問があったりで、しかもその怒号のようにまるで罵倒されながら、女性なのにも男性警官に罵倒されながら尋問されたりとか、結構ひどいことが起こってるんですが、そして僕のその今研究しているクリーモフのその生徒たちにも、まあいろいろ今回の戦争の影響がどんどん広がっているんですが、普段そのクリーモフはモスクワで工房で授業を直接教えてるんですが、今そのクリーモフがアメリカにプチ同盟してしまったんで、授業を直接ロシアで行えないので、生徒たちが何をしているかというと、例えばその生徒の中の何人かはもう海外にクリーモフのように逃げている人がいるんですが、例えばそれはアルメニアに逃げている生徒も中にはいるんですが、なんでその生徒たちが、学生たちがロシアから離れるかというと、それは今のような、まあ反戦活動もできない、まあ言論が弾圧されている状況にもう耐えられない、このようなロシアにはなんか未来がないという感じで海外に逃げちゃってる若い人たちも今結構多いです。それで今回、まあ全部はさすがに紹介できないんですが、ロシアで起こっていることが、まあ今日挙げたようなこと以外にも、いろいろロシアで言論が弾圧されたり、まあ反戦活動を弾圧されたり、ひどいことがいろいろ、その戦争を反対しよう、戦争を止めようという人たちに対しても弾圧が続いてるんですが、それで、まあ、そんな中で、そんな、まあ、ロシアの演劇芸術界の中でも、まあ、こんな状況があるんですが、クリーモフは、プチ同盟はしているものの、彼は、アメリカの、私は、アメリカで移民ではないと言ってるんですね。まあ、これはどういうことかというと、今、一旦プチ同盟、プチ亡命をしているんですが、永久的にはないということで、その、今のロシアの現状、ウクライナの現状が、回復したら、彼はそのモスクワで普段のように、演劇を作れるようになったら、彼はロシアに戻ると言っています。まあ今日はここら辺で動画を終わりにしたいと思うんですが、まあ今後もロシアの演劇界で起こっていることを、このチャンネルでお伝えしていければなと思うんですが、それで最後に、まあこれからこのようなロシアとウクライナの情勢の中で、まあ僕たちに何ができるかというと、まあ今できるということは結構もう限られてくると思うんですが、まあそんな中でも僕はこうやって幸いなことにロシアに関われて、ロシアの今まで演劇とか芸術とか文化にそうやって触れてきて、まあ日本にこうやって発信しているんですが、まあ今回の件で、戦争の件でこれをまあやめてしまうのはもったいないので、このロシアの文化、芸術文化を日本に伝える。そして伝えて日本の演劇文化に貢献する。それと同時にロシアの演劇文化にも貢献するっていうことは続けていきたいんですが、最後にちょっとなんで僕がこのようにロシアの芸術、演劇、文化を伝えているかというと、それはなんでかっていうと、やっぱりロシアの演劇、芸術文化には他の国にはないようなやっぱり魅力があるんですが、最後にそのロシア芸術、ロシア演劇の魅力を伝えて、今日はこの動画をちょっと終わりたいと思います。私がロシア演劇、ロシア芸術が好きな理由は、これまで偉大なロシア人の芸術家たちが、その歴史や教育文化を現代まで脈々と絶やさず受け継いできたからです。それではまずプーシキンから、ロシア演劇のすべては彼から始まったと言っていいほど、現代まで影響を与え続ける。彼の空想的でメタファー溢れる世界観は、
文章から視覚芸術に起こした時のインパクトは計り知れません。ゴーゴリ、彼は作品というより彼自身の人間像が作品とリンクしていて、その現実と空想の世界を行ったり来たりする世界観が多くのロシア人を魅了しています。メイエル・ホリド、彼は初めて実験演劇を作った人物です。タルコフスキー、彼の詩的な映画はロシア映画を象徴しています。オレグ・カラバイチューク、私は彼ほど異端という言葉が似合うピアニスト、音楽家は知りません。なぜ彼が異端かというと、彼はピアノを弾くというより鍵盤をただただ叩くというような弾き方をしています。画家のピカソは、大人になると子供のように自由に純粋に絵を描くことができなくなると言っています。つまり彼は子供のように自由に純粋に描く絵こそ価値があると言っています。まさにそのように、カラバイチュークは子供のように純粋に、まるで子供が初めて鍵盤やピアノを触った時のような感覚で弾いています。そして彼はそのような異端な弾き方や自分の見た目に注目が集まることを避け、純粋に自分の音楽を聴いてほしいということで、彼はこのような枕カバーを顔にかぶって演奏を始めました。しかしこれが面白いことに逆の効果を生んでしまって、逆にこのような視覚要素に注目が集まって、さらに彼の視覚に注目が集まるということが起こってしまいました。そして私が研究しているドミトリー・クリーモフ、彼のすべてを伝えるのは難しいので、今日は私が最近発見した彼の絵を紹介したいと思います。彼は画家のピカソとシャガールに影響を受け絵を描き始めました。この絵を見ても説明抜きに誰に影響を受けたかは一目瞭然です。彼の絵の特徴は、優しく素朴な人物を描くことが多いです。そしてその色使い、そこにそんな色使っていいんだというような描き方で既成概念を解放します。そして彼は絵の具だけじゃなく、このようにマフラーなど物を絵の一部として多用することで、絵は何かしらの塗料以外でも描いていいんだということで既成概念を解放しています。キャンバスの裏はこのように先ほどのマフラーがはみ出し、シュールな感じになっています。そしてこのディティール、これがまさに、この擦れた感じがまさにクリーモフという感じでしょう。アンナ・シンヤキナ、彼女はクリーモフラボの役者です。これはその出演作の作品です。ピカソは子供のように自由に純粋に絵を描くことこそが価値があると言ったように、アンナ・シンヤキナはまるで保育園の子供が保育園の庭で遊び回るように演じています。マーシャ・トレーグボバ、彼女はクリーモフの最初の生徒です。そして先ほどのアンナが出演しているスペクタクルの舞台美術を手掛けたのがマーシャです。彼女は本当に才能のある舞台美術家です。ミーシャ・ウマネーツ、彼もクリーモフラボの役者です。ミーシャはただただこのように喋っているだけで舞台に立体的な空間を生み出すことができます。それは彼はただただ喋っているだけではなく、その声の質感に重きを置いているからです。そしてクリーモフも同じようなことが重要だと言っています。彼は役者に舞台にバネのように伸び縮みする弾力性を作ることが
重要だと言っています。それがどういうことかというと、舞台がただただフラットな、例えば海に波が立っていないようなフラットな空間は面白くないけど、海が嵐のように波立っているような、そのような強い強弱が舞台空間にも必要だと彼は言っています。ヴァーリア・スタンコビッチ、彼女は第2期生のクリーモフの生徒です。そして舞台美術家です。彼女もこのようにインパクトのある空間を作ることができる才能のある舞台美術家です。マーシャス・モルニコバ、彼女もクリームフラボの役者です。彼女もこのような子供のような演技が得意な役者です。クリームフはアナウンサーのようなただただ滑舌のいい情報だけを伝えるための喋り方は無意味だと言っています。そしてこのマーシャ、役者のマーシャも、ただただ情報を伝えるための言葉ではなく、彼女は声の音と声の質感に重きを置いて声を観客に届けているのです。ファッションデザイナーのティグラン・アベティスヤン、彼はただ服を作っているのではなく、芸術としてのファッションを作っています。これは美術館に飾られている絵が、その蓋を開けてみると服に変化するという異化効果を発揮した作品です。ガレージインディーロックバンド、パッソ氏。パッソ氏が歌っていることは、ロシアの恐ろしいほど寒くて、ロシアの恐ろしいほど憂鬱な冬が来なければいい、ずっと夏だったらいいのになという、ロシア人なら誰しもが思う純粋な気持ちを歌詞にしています。これは日本人には到底理解しがたい歌詞ですが、もしあなたが本当にこの歌詞の意味を知りたければ、ぜひロシアで冬を過ごしてみてください。その時あなたは必ずこの意味を、この歌詞の意味を心から理解することができるでしょう。そして最後に紹介するのがアーニャ・グレヴェーン・ニコバです。彼女もクリーモフの第4期生の生徒です。彼女の作風、作品の質感は本当にクリーモフと似ています。それは作品の質感を大事にするということです。このように椅子を半分に切ってみたり、ボロボロにしてみたり、彼女は絨毯をコラージュすることで再構築して新たな絨毯を作り上げました。このように通常の絨毯の上にただの紙や異素材や絨毯の切り抜きをコラージュして異化効果を発揮しています。これは平面のカーペットの中に異素材という質感をプラスすることで、その中に立体的な違和感や異化効果を発揮しています。そして彼女もクリーム不動用、絵の具以外の素材を使って絵を作っています。